今日はですね、ひとりコント朝ドラシリーズというのをやりたいと思います。朝ドラ言わずと知れた NHK 朝の連続テレビ小説なんですけれども、今マレっていうのが出ますよね。この朝ドラもですね、昭和36年に始まりまして、現在のマレで92作目になるわけなんですけれども、私こう見まして無類の朝ドラ漬けでございまして、そんなわけで、今日はですね92作を数える朝ドラの中から比較的新しいものをネタに一人コントをやってみたいと思います。ではお願いいたします。信じていればきっと伝わる一人コント朝ドラシリーズ純と愛10年後。ねえねえ、お母さんお母さん、お父さんとお母さんどうやって出会ったの？お母さんね、沖縄大学卒業して大崎プラザホテルってとこで働くために大阪に出てきたの。その時ストーカー被害になったの。分かった、そのストーカーお父さんがやっつけたんだね。うん、そのストーカーがお父さんよ。さあ駆け出そうよ今すぐに。ひとりコント朝ドラシリーズ番外編朝ドラ好きの主婦たち。ねえねえ、ちょっと隣の奥様、最近の朝ドラ見てます？どれもひどいわよね。花子団子一層さんのヒロインの息子が死んじゃうし、純と愛なんか男はどいつもこいつもストーカーになっちゃうじゃん。今やってるマレなんかもういきなり1話目からもう一家で夜逃げするところから始まるし、もう信じられないわよね、あんな不思議ドラマ朝から流すなんて。隣の奥さんはあなた文句ばっかり言ってる割にはよく見てるわよ。でもね、過去にはもっと不思議朝ドラマあったんだよ。例えば2005年に放送されたファイト、元カレ優香ちゃんがヒロインだったんだけど、お父さんが尾形直人でお母さんが酒井のり子、のりぴーだったの。できちゃった結婚でものすごく若いお母さんってことで当時話題になったんだろ。そんなのあったっけ。10年前か、もうちょっと思い出すのもいいね。 4,5 年前だったら覚えてんだけど。詳しくはどんな内容だったの？詳しい内容、元カリやゆうかちゃんが高校でいじめにあって引きこもりになっちゃって、でうつ病みたいになっちゃうで、お父さんはお父さんで自分のバネ工場を少女で潰しちゃって、それで家庭崩壊しちゃうの。と重苦しくて暗いでしょ。で、挙句の果てにお母さん覚醒剤に手出しちゃって警察に捕まりすぎなし、車動転して車で山梨の山地に逃走するっていう、そういうお話なの。どう、重苦しくて暗くてしたんでしょ。奥さん、ちょっとそれどこまでがドラマだったかしら。これから始まるあなたの物語。ひとりコント朝ドラシリーズ花子とアン、ヒロイン花子の女学校の担任富山先生。はい、富山先生、私たち今度の文化祭でお芝居することにしましたね。演目はシェイクスピアのロミオとジュリエット、脚本は安藤花さんに翻訳してもらうんです。ロミオとジュリエット？いけません、今年もリアをなさい。え、どうしてですか？文化祭の演目としてふさわしくないからです。今年もリア王になさい。脚本だってちゃんとあるんですから。そんな、せっかくみんなで決めたのに。あ、でも富山先生、リア王ってどんな話でしたっけ？何言ってるの？去年、以前も先輩たちがやったのを見てるでしょ？リア王っていうのは、昔のイギリスの王様のリアという人が可愛がっていた長女と次女に国を譲った途端、手のひら返されて裏切られて、で可愛がってなかった三女のコーデリアと組んでこの二人と戦うんだけど、でも結局コーデリアは捕虜になって殺されてしまって、それを見たリアも気が狂って死んでしまうっていう、そういう話でしょ。先生、リア王ってちっともリア充じゃない王様の話なんですね。信じていればきっと伝わる。ひとりコント朝ドラシリーズ純と愛50年後。純おばあちゃんの縁側日記。ああ、
今日の都はいい天気だね。ジオばあちゃん、こんにちは。あらあら、よく来たね。さあさあ、お菓子食べるかい。大阪名物八おこしに、沖縄名物チンスコーだよ。わ、おばあちゃん、八おこしにチンスコー。子供好みじゃないかしばっかり、ありがとう。チョコパイとかないのかな。何言ってんだろうね、この子。何がチョコパイだ。いいかい、そんな柔らかいもんばか食べてちゃね、歯がもろくなっちまうんだよ。わかったわかったよ、おばあちゃん。でもさ、おばあちゃんってすごいよね。おばあちゃんって何歳？私か？私はね、あれからちょうど50年だから。74歳かね。74歳、すごい。74なのにそんな岩越にチンスコに固いもんばかバリバリ食べてんだ、すごいや。何言ってんだろうね、自分の歯なんて一本も残っちゃいないよ。え、嘘、それ自分の歯じゃないの？え、嘘でしょ、おばあちゃん。嘘じゃないよ、本当だよ。あれ、え、嘘、それ本当にそういれば。え、嘘でしょ、おばあちゃん、僕信じられないよ。本当に疑り深い子だね。誰にいたんだろうね。嘘じゃないよ、本当だよ。信じてよ、入れ歯だよ。信じてよ、入れ歯だよ。信じて入れ歯、入れ歯、入れ歯。ありがとうございました。